はい、どうも、カズペンです。皆さん、ここ来たことありますか？谷瀬橋。谷瀬の吊り橋と呼ばれているところですね。もう、やばない、もう。もうこれ、ちょっと待って、俺。なんかもう声落としそうで怖いやから、一回ちょっとスマホをちゃんと紐につけて落ちひんようにしていくけど、よっこいしょと。はい、これでいこう。はい、まあちょっと早速渡るけど、ちょっとむっちゃ揺れるやんこれ。え、怖っ怖っ。いや、足すくむとかないけど、この板のたわみが足の裏をすごくこう、なんていうかな、足の裏がこうダイレクトに来るっていう感じ、刺激が、まあ、そんな感じやね。これちょっと待って、この網の方は大丈夫？あ、はいはい、なるほど。あ、でもね、なんやろ、高さで言ったらこれどれぐらいやろ、30、40メーターぐらいかな。うちのはしご車が一番上まで上がった時より、まあ、ちょっと高いぐらいかなって感じ。ちょっとこの足のこいつをしっかり止めておこうかな。 OK、 そんな感じやね。だからなんか僕は結構大丈夫かな。ただ揺れるっていうことに関して言えば、これ反対から今人来てるけど、その揺れがこう伝わってくるんやろね、ぼちぼち。それは怖いかもしれない。高さがみんないまいち分からへんと思うけれども、まあ大体40メーターぐらいですかね。まあそんなぐらいの高さで、こう吊り橋が吊られているわけなんですけれども、反対側からカップルが来ました。やれやれだぜ。意外と僕は大丈夫やな。風が出てきたな。あれやな、このこいつが目の高さになってくるとちょっと怖さを感じるかもしれへんね。このこいつね、こいつ。まあね、言うて毎日いろんな人が通って、ね、ハイシーズンだったらここ20人ぐらいが一気に通るらしいから、んなも一人で渡ってて、今壊れたとてよ、ははは、なるほど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 、ね、こんな感じですか。だから郵便の人とかここをなんかバイクでビューッと走っていくっていうのを聞いたことあるんで、よいしょ。おお、こう縦にこう揺れるより、こう前後に揺れる方がやっぱ怖いかもしれへんね。その揺れも若干あると。うん、こう縦にグワングワンってこうたわむ分には、まあ、下金網やし、なんかその感じはなんかうんって感じやけど、木もなあるからそんな感じやけど、前後に若干こう揺れる瞬間は怖い。うんうんうん、この橋は非常に20人以上渡ると危険。徒競中にわざと揺すったり発したりしない。混雑するときは監視員が駐在し、一方通行等の規制を行う場合がある。観光客が二輪車で橋を渡ることは禁止。吊り橋の上では禁煙、花火も一切禁止。吊り橋の事故については責任はありません。なんか追ってられるかいな、こんな。はい、あ、これか。ここで監視されるわけ。日本一の吊り橋を見える、日本一の展望台、吊り橋から 1.6 キロか。
1.6 キロか。ちょっと待って、展望台こっちから見えへん。こっちから見たらもう見たっていうことにしようかな。見えへんな。1.6 キロ往復、つまり 3.2 キロか。歩くか。行くわ。はい、谷瀬橋を渡ってきまして、もうめちゃくちゃ坂がきついんやけれども、1.6 キロ先にこの橋を一望できる展望台、これがあるそうなんですよ。で、なんか神社があって、その神社の階段を200段以上上がっていくとそれが見えるということで、吊り橋にはね、もうみんな駐車場止めて、うわー揺れるなんていうね、チャラい観光客がたくさん、いるわけなんですけど、この展望台はなんかほとんどみんな来ないらしいんですよ。なぜなら橋を渡ってさらに 1.6 キロも歩かないといけない。しかもその 1.6 キロというのは平坦な道での 1.6 ではなくて、僕ちょっと行き上がってるの分かりますか？結構な急勾配の 1.6 キロ上がってこないといけないんですよ。ちなみに僕が今いてんのは、その 1.6 キロの道のりの、そうですね、1.1 キロぐらいね、あと500メートルぐらいあるんですけど、展望台へはここを左折して神社の階段を登ります。この神社の階段がえぐいそうです。あー見えてきた、なんか階段らしき見えてきた。はい、僕まあまあね歩くんは、まあまあ力強くね、ポン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 、あの坂道とか歩いていけるタイプではあるんやけれども、さすがに今日一日バイク乗ってなんやかんやしてたんで疲れたんですが、この階段を登らずに帰る人がたくさんいるんで、そういった方たちに、この階段登った先の景色をね、ちょっと見ていただこうかなというところで、まあ同じ考えの人がたくさんいてると思うんで、同じように動画たくさん上がってると思いますけれども、まあまあしんどい、酸素が頭に回っていない。はい、来ました、もうすぐ。みんな大体ここね、ここ止めてこう渡るよ。揺れてる揺れてる怖いとか言ってチャラいこと言うんですよね。で、この辺でこの看板、下にもあるんですけど、この看板見て、こんな上がっていかなあかんのみたいな。で、ここで大体みんな Google マップ調べるんですよ。ほんなら、この展望台の場所がここやから、こう行けるとみんな思うんですよね。でも本当はこう行かないといけない。ほんで今僕ここにおるわけです。で、今から227段の石段を登って、願いが叶う森山神社で願い事をお願いして、ここでもう一回お願い事をするということですね。マジでこの階段。はい、ではここからはね、あの GoPro を首にマウントしてるんで、ちょっと揺れも大きくなるかと思いますけれども、ご容赦ください。さあ2段ずつ、飛ばしていく。ちょっと待って、階段227段やろこれ。これこの坂道は段数には含まれていないんですか？段数換算したらこれ、もうちょっと神社までの石段の段数はないの、この問題。え？次で答えがあんのか ?227 やろ、もうこっからはね、ノーカット編集で行くんで、僕がね、どれぐらい疲れてるかっていうので、皆さん、ここの過酷さを、ゆっくり散歩道、あと半分？もう100いったん？え？そうなん？227段って実は大したことない。ああしんどい、足パンパンや。予防科勤務になってからというもの、ろくに運動していない37歳の王子カスペン、誰もいない山の中で一人喋りながら森山神社を目指す。ちょっと角度きつい、きつい。行くしかない、行くしかない。引く道は用意されていない。
行きましょう。いや、走る。無理やな。足が持たん。しゃあけど、上の方になんか見える。あ、足止まる。足が止まる。ああ。神様、私がこの石段を登った暁には、私が欲しいバイク、空バイクで突然何台も出てきますようにお願いします。着いた。よし、足パンパン。展望台、ちょ待って、展望台は神社の裏の山道を5、6分歩くと到着です。答え227段やけど、答え2227段に見える。あ、これが神社か。なるほど。いや、ここでいいですか。もう階段登れません。私の欲しいバイクがグーバイクで5台、いや5台と言いません、 2台から3台でいいんで、いいのが出ますようによろしくお願いします、神様。はい、神様も聞こえたはずです。で、そういや、大石高原では鍵なくしたもんね、ジェンマの。今回はちゃんと鍵持っております。鍵持っております。ノーカットでお送りしてるからね、だらだらした動画になってて申し訳ないけど、これが現実よ。じゃあこれか、歩いていく。こんなもん絶対サンダルじゃ来られへんね。靴で来てくださいよ、皆さん。よいしょ。もう、階段の後のこのトレイルランはきつい。あ、見えてきた。見えてきた。見えてきたで。禁断の一言言いますが、今の上がってきた道を歩いて帰らなければいけない、その現実を私たちは受け入れなければいけない。そうだ、帰り道があるんだ。こんなところで達成感を味わってちゃダメだ。家に帰るまでが旅だったはず。ちょっと待って、ここで下り坂はきつい、ここの下りの階段はきつい。ちょっと待って。歩くだけじゃないんですか？歩くだけじゃ。ちょっと、この階段はえぐい。ちょっと待って。この階段また上がってくるんやろ。おお、待って、合ってんのこれ、ほんまに。ああ。あとちょっとファイトってウサギが言うてたけど、お前らウサギはぴょんぴょん跳ねるからええけどや。わてら人間はそういうわけにもいかんのや。おお、おお、よいしょ。ちょっとこれな、マジで膝やる、これ危ない、普通に膝が痛い。普通に、これほんまにあってんけ。俺階段よりもこの坂道の方がええな、こっちの方がええわ。いや、よくない、太ももがパンパンになる。で、あかん。そうか、これをこう持ちながら行けっていうわけやな。よいしょ。もうちょっとちゃう？階段なくなったで。てか見えへんねんけどな。
まあ、5分とか言うたやつ、お前5分はこの階段と橋からこの上までの道を考慮してないやろ。車でピュッと連れてきてもらって、はい用意スタートで5分から6分かかりますみたいな、しんどない状態で絶対測ってるはず。感覚的にはもう10分ぐらい歩いてる。ゆっくり散歩道、展望台に到着、吊り橋も一望。おお、ここが、あ、すごいすごい。あ、そして誰もいない。これでカップルが一組とかおったら俺地獄やってんけど、誰もいない。着いた、すげえ。こっちから降りていくわ。おお、いいやん。よいしょ。はあ、着いた。あ、いやいや、すごい。いや、よかった。じゃあ一言。どんなもんじゃい。確かに、一望できる。達成感はえぐい。達成感はえぐいけど、あそこか。あそこやな。最初に、消火栓があそこにあんねんけれども、山火事用の消火栓っていうんかな。あそこから、今何時？僕は多分歩き出したのが16時15分ぐらいやけど、よっ。今が16時38分、やっぱ15分ぐらい歩くね。大人の足、一人で歩いて15分です。なので、家族連れでは絶対来れません。ここは絶対来れないです。はい。はぁ、ちょっと GoPro 撮る。はい、改めまして、カズペンでございますと。釣り橋に到着しました。釣り橋の展望台やね。はぁ、まあまあ、やると決めたら、しんどいことはやるというのが僕の人生ですので、吊り橋の、ふもとにある、駐車場から、まあ、バイク止めて歩いてきて歩いてきて、べべーっていろいろ歩いてきて、今ここにおるわけですけど、いや、疲れた。疲れたけど、やっぱり山登りする人が、なぜ山登りを続けているのかっていうのがわかりますね。うん。そこに山があるから、名言出た。僕もそうです。そこに展望台があるから登るんです。帰るわ。帰んのマジで嫌やわ。めっちゃ嫌や。ここから転がり落ちれたらどんだけ楽か。では帰りましょう。